いつもご視聴いただきありがとうございます。高評価チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げ、立て祭り候補から選びますんで、こたびはコラボ会スタート。拙者らがひたすら戦う様子を楽しんでいただけましたらこれ幸い。オガワールド、久方ぶりの富士山駅、ここに来たということは、そう、トガワールド、デカ盛り戦隊 D レンジャーの戸川殿に会いに来た次第。しかもこたびはコラボ会揃った。うむ、今日は侍イーティング殿と、はい、コラボになる。ありがとうございます。で、今日の競技は何だ。武士殿、うむ、今日の競技はですね、3対3のチームに分かれた団体戦になります。なるほど。そして戦う食材、ルール、制限時間、総重量、その他すべて分かりません。分からんのか。その都度その都度ルールに合った戦いをしていただきます。うん、はい、メンバー紹介いきましょうか。はい、じゃあちょっと隣チームから聞かせていただきます。小川優馬です、よろしくお願いします。いや、娘が見てるんで一番このチャンネルだけは出たくないなと思ってました。しおりです、よろしくお願いします。得意な食材は顎使わないやつですね。最近は顎関節症になりました。マックス好きです。一言だけいいか。はい、お願いします。絶対武士倒す。それに対して武士お願いします。うむ、拙者はこたびは出んかもしれん。なるほど、逆に出ないっていうボタンもありますからね。うむ、ありがとうございます。サムライイーティングの危険助です。今日は武士チームで頑張ります。お願いします。得意な食材は飲み物です。飲み物、はい、ありがとうございます。早食いが得意だったおにぎりです。よろしくお願いします。はい、ということです、武士の。うむ、ではこのチームで、私は勝ちたいと思う。マックス殿、よろしく頼む。こちらこそ、よろしくお願いします。オガワールド、ここで一旦体楽装茶じゃ。体楽装茶をご購入いただいた皆さん、感謝感激やめあられ、おかげさまでご好評いただいております。引き続き体楽装茶の売り上げの一部を支援しておりますペットの保護施設に寄付させていただきます。体楽装茶も引き続きよろしくお願い申し上げ、立て祭り候補。うまい。拙者と共に健やかな毎日を過ごしてまいろうぞ。詳しくは概要欄をチェックやじゃ。こたびはいつもの武士飯とは装いが違います。拙者らがひたすら戦う様子を楽しんでいただけましたらこれ幸い。それではバトルを始めましょう。私が勝手にここから選びますので、両チームよろしいですか。うん、1回目の勝負はこちら。でん、コロッケ、コロッケ10個、相手チームの1人を指定して早食い勝負。じゃあもう決まっちゃってんのよ、いいですか。我々いいですか。ズバリ日本一の白い男、おにぎりさん、あなた。よし、やりますよ。じゃあこちらはマックスの指定だ。はーい、頑張ります。おにぎり殿、頼んだ。お願いします。わかりました。はい、それではお願いします。うわ、指定対決だ。ブレーキはいらんすよ。使い切ってしまうのではない。よー、あ、やばい、緊張する。OK です。よろしいですか。僕は毎回いきます。おにぎり殿、5、4、3、2、1、スタート。
らも早いな。37秒47です。早すぎる。1個 3.7 秒。でも思った通り悔しかったですね。うん、もう負けた時食わなかったらそれもキャパ開いちゃいますもん、ね。そうですね。一勝ということで。うん。どうですか。これめっちゃおもろいっすね。おにぎり殿はさすがだな。この勢いでちょっと一気にカップ焼きまでやっちゃいましょう。全勝しよう。全勝ですね。マクス様に引いてもらいましょう。よし、食材が。あ、壊した。壊した。ドン。ミニパン10個対決。なミニパンって。冷凍のミニパンなんですけど。しさ、はい、なるよね、俺が死ぬね。続きいきます。これ休憩した。俺はお前でやりてんだ。知ってる。知ってる。それ言われた時点で知ってる。まだ容量的な大丈夫な。多分こす。おにぎり殿、頑張ってくれ。よし、勝つぞ、2連勝。オッケー。大です。はい、それではもう第1回戦。5、4、3、2、いけます。1、スタート。めちゃくちゃ嬉しい俺。やばい。超嬉しい。ありがとうございます。そう、作戦見せたこれ。次は無水クリア15個指定して早食い。出た。早食いしかないではない。またおにぎり丼。ここはもう、ここはケンスケ殿、行きたいか。はい、甘いものが任せてください。我々チームもう決まっております。スイーツといえばしおりちゃんでございます。行きます。行きましょう。よっしゃ、頑張って。頑張ります。あるんだな。こういうパターンもあるんですね。これはもう向いて食べて、向いて食べて、向いて食べて、向く作業もあるんですね。先が器用選手権でもあるね。そう、エクレアみたいな顔をしておるわ。いいね。よろしいですか。5、4、3、2、1、スタート。抜く作業もある。早く。パパーン。受けないもん。手揃えなんだよ。何これ何これ。チョコレートで手が食べる。あー、危ない。めちゃくちゃいい勝負してるこれ。どっちが勝ってもおかしくないよこれ。
ってどういうことだ。裏裏ができないの。柵以外の開け方ないのか。富士山が悪かった。顔の上、顔でも口に入れろ。次の、よし。うわやばい、タイムをちょっと押し当てちゃった。残ってるのが1分58秒という記録です。はい、はい、惜しかったなぁ。めちゃめちゃいい勝負、ね、めちゃめちゃいい勝負。最後半テンポぐらいケンスケが速くて、最後もうお茶で流し込みましたもん。そうだね。とりあえず武士道の3回戦やって、うん、はい、2勝しております。2勝しております。まだだが1勝リードぐらいでは油断できん。この松木話したいと。うむ、そろそろ出たいですね。うむ。よろしいですか。はい、どうぞ。これで、はい、いいですか。はい。ハンバーグ10個 1.2 キロ対決。相手チーム1人を指定して。相手チーム1人を指定して。彼しかいないよね。彼しかいないと思うんだ俺は。ここは大将の武さんでお願いします。お、お、拙者か。はい、仕方ない。まだこっちリードしてるから、でもここは向こうの大将、大将、大将でいい。マックス殿に行くか。結局早食いになってしまうから。じゃあマックス殿で。あ、いいんすか。お、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあやりましょう。タレがかかっておるので食べやすそうではあるが、ハンバーグがどういう仕上がりかによるの。はい、それではハンバーグお願いします。5、4、3、2、1、スタート。やばい。2分22秒99ですね。すごい。なんか結構シンプルにうまいっすね。うん、ゆっくり食えばな。ゆっくり食えば、そう、ゆっくり食えばうまい。洋服拙者待ちか。そう、なんかあの完食っていうルールらしいらしいです。途中でやめられない。食材やっぱね、フードロスをこうあれするやつ。飯はゆっくりよく噛んで食うに限る。待たせたな。残り4枚です。まあ、2-2 2-2 なんですよ。2-2 か、いい勝負だ。よし、これだ。冷やしうどん何？出た。麺だけで 250g です。
割としんどいですよ、ね。最後に近い方が勝ちです。チーム侍は小川山で行きます。いやもう泣いてる、もう泣いてる。3分、3分の3だあれ、きっと。3分の3だあれ、きっと。武士は拙者の方は大将、拙者が続投する。おお、いいんすか、僕武士とやって。普通に勝ちたい。すげえバカな人じゃない。普通に勝ちたい。やったいいな。これもはやお茶いるのかって。やってる。うまいこと、イカ様をするしかないんだ。あの3分だったら僕の席払いします。相手チームに筒抜けではない。スープも飲みますか。はい。スープまで。完食完禁で3分。ようやく戸川殿のうどんが食えるの、これは楽しみじゃ。さんのタイムが2分45秒49。やばい、各社いいんじゃない。武士さんの方のタイムが3分4秒。おお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 3枚です。どうぞ。こうやって、あ、どうせ。じゃん。エビフライ7本、ジャスト2分で食べる。はい。で、プラマイ3秒は許す。はい。どうぞ。こんな近い方じゃなく、ジャスト。ジャストで今来てるって。いや、このままの流れで行ってほしいなと思う。まさでしょうか。今行ってほしいの。ちょっと疲れたみたいな。大丈夫。拙者が行こう。うん、出た。いいですか。行けます。じゃあ行きます。ジャスト2分。引き分けも存在する。引き分けも存在する。エビフリア対決、この量はペロリじゃが、ジャスト2分を目指すというのが難しいものよ。拙者はたっぷり行くか。5、4、3、2、1、スタート。
武士的に今何秒ですか。途中で分からんようになってしまった。あ、僅差だな。ちょっと待ってよ。え、じゃあ2人とも分かった。武士さんの1分58秒06です。おー、じゃあ絶対武士だと思う。さあそっからだって、でも VTR 検証した結果なんですけれども、はい、先ほどの、はい、武士さん対しおりちゃんは、はい、コンマの差なんですけど、はい、武士さんのが2分に近かったです。はい、はい、その海外時計がすごかったということだ。己を信じろ。武士に負けた。えい。春巻き6本対決。おお。春巻き1本 50g ですね。はい、春巻き勝負ということで、はい、この2人ですね。はい、はい、いやもうここは、はい、チーム侍負けれないんで、早食い、私が行かせていただきます。はい、お願いします。いやもう、こっちのチームはもう今リーチかかってるんで、私で決めたいと思います。もうこれを勝て。はい、頑張ります。拙者チームの勝ちだから。はい、頑張ります。よろしいですか。それでいきます。5、4、3、2、1、スタート。おタイムお願いします。27秒98です。おー、38秒34です。おー、最終戦ということで、はい、うん、こちらの食材をお先にね、あのタイム勝負ということで、はい、一気に、はい、これ3人でこの最終食材食べていただいて、はい、そのタイムを競うという流れらしいでございます。で、星が、最終的には4つと、はい、4ポイント、はい、なるほど、ございます。うん、こうに構わん。いいですか、逆転されちゃうんですよ、負けたら。一発逆転なんですよ、これ。最後に一発逆転のチャンス回を持ってくるなど、もはや昭和の風を感じるの一向に構わん。はい、それでいきます。はい、お願いします。5、4、3、2、1、スタート。
いや、タイム1分49秒74。いやー、強っ。早っ。ちょっとやばいっすね。小さい。よろしいですか。あ、すげえ緊張するなこれ。マジ本気でいきますからね我々。じゃないと相手に失礼だから。箸割ってていいんですか。やばい、ちょっと動機が止まんねんだけど、どうしよう。余命衆言います。余命衆そんな瞬間聞くの。それではいきます。ラスト勝負。5、4、3、2、1、スタート。今の記録、2分16秒99です。正直、もう我々の完敗ですよ。完敗です。もう負けです。もう顔に米つけて言ってるんですから。まあ、これ以上の完敗はないですもん。ちょっと本当に、いや、これはね、本当にシンプルに武士チームが強かったです、うん、武士さんチームが。はい、ありがとうございました。発表します、はい、チームサムライ星3つ。最高。はい、武士チーム星10個。ほぼ完膚なき勝利じゃ。はい、では、ラストですね、はい、結果発表も終わり、勝ちということでね、はい、なんとパンちゃんとアホちゃんからですね、はい、お賞金10両ということで。じゃあお願いいたします。しますか。じゃあ代表して武士様で、うん、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもより何か雅な入れ物だ。やりました。本当に楽しい試合でした。あ、俺がやったみたいになっちゃった。すごい、あの大食いかと思いきや早食いメインで、いや、いい戦いが見れました。ありがとうございます。ありがとうございます。せっかくなんでね、3人も最後させていただきたいと思います。じゃあ、健介君から。ちょっと、僕サムライスタッフであり、ちょっと気まずい結果ではあったんですけれども、まあ、あのこのお二方と一緒に早食いという競技ができて楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。はい、まあ、今回ちょっと急遽っていう参加だったんですけど、まあ、結果的にちょっと勝てて、賞金までもらえたので、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。では最後ビシッとお願いします。うん、こたびの戦に勝てたのはおにぎり殿のおかげだ。間違いない。ありがとうございます。ありがとうございます。うむ、以上だ。ありがとうございました。じゃあ、ありがとうございました。初めてのこういう大流品に
大食いとかどうでしたか。うむ、素晴らしい企画だと思う。ありがとうございます。ぜひ次回も、ね、次回はただ普通にうどんが食べたい。いなり寿司で待ってます。うむ、いなり寿司100個ぐらい作ってた。100個で分かった。いやでも本当圧勝でしたね。いや、ニナのおかげでなんとか勝つことができた。これそれはフードロス食材をこう使って皆さんで大食いするというフードロスをなくそうという運動ですね。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、次回もぜひお願いいたす。最後、視聴者最後に向かってでは、次は富士を眺めながらうどんをすすりたいものよ。はっはっは。